山根さんはなんか変わったところ変わらないところというのは、そうです、あ、まあ、変わったところ、技術的なところは、まあ、曲作りやら、はい、まあ、音に対する考え方とかは、やっぱり揉まれるとやっぱ変わってきますよね、やっぱね。なんか若い時ってなんかどっかから分かんない変な根拠もない自信っていうのがあるじゃないですか、はい、俺は世界取るぜみたいな、はい、だから徐々にやっていくうちに、だんだん一個ずつへし折られていくみたいな、はいはいはい、取れなくなるよね、アジア取るぜみたいな、そうアジア最後は練馬区取るぜみたいな狭いですね、まあ、当時住んでたところ、でもそういうエネルギーも必要ですよね、絶対そうですよね、まだな自分の身の丈を知ってきてっていうのがあって、まあ、そこで頑張ろうみたいな、すっげえ面白い、練馬区止まっちゃってください